どうも、ゲストのティビネスです。そしてドヤさんと TC さんです。まあ今日はもう2人の対決で、いやいや、うん、僕は3枚3枚だから3-3の6だ、6枚、うん、もら、まあ、ちょっと叩いてきたらまあそれはなかったことにする、する設定で、はい、お願いします、はい。まあそれもありますし、僕ちょっとねニュードライバーが、届きましたんでね、はい、14さんのゲロンディが、昨日の晩届いたんで、今日は本当初打ちなんですけど、ちょっと打っていきたいなと思っております、で本日はゴルフ5カントリー笠間フォレストさんに来させていただいております。 T-REX、今日も T-REX T-REX ばっかりだからもう、じゃあ二人意気込みいいですか。まあ、あの今日は胸を借りるつもりでもう全て盗んでいきたいと思います。なるほど、はい、いいっす、はい、いいですね、はい、いやだって朝ねカートにねもう荷物を乗せたんですけど、その時にあのなんか名前をねマスター室の人が確認してて、中島さん、サイスさん、あ、ゴッチョーさん、ゴッチョー、え、ゴッチョーさんってあのゴッチョーさんみたいな、なんか話をしてて、え、みたいな、茨城ではやっぱり伝説的な人だという可能性がねやっぱりあるんで、でどうですか意気込み。前の日から寝れなかったですからね。ヤスゴル TV って言ったらもう自分の中でメジャーなんで、今日メジャーを取りに。で、いや、まあドヤさんに倒しにと思って、頑張りたいと思います。アベレージスコア的には多分 TG さんの方がまあ上だと思うんですけど、それドヤさんがどこまでこう、そうね、食らいついてるか、食らいついて一矢報いることができるのかどうかっていう感じで見ていただければと思いますんで、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいただければと思います。ということで行ってまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。1番パー4、403ヤード。まだこれも見慣れてないよ。これ慣れですから、うん。もうこれだからかけ続ける。最初何と言われようと。かけ続ける。これを僕のアイデンティティにするんで。ゲロンディ。ちょっとカメラワーク追いつかないかもしれない。飛びすぎて。そうなんですよ。早くこれ。長いの。こう置いた時にここまで来るの。ああ。だいたいこんぐらいだったんですよ。そうだね。そう、行きましょう。うん。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おお、向こうの山の上行っちゃったんじゃない。いや、落ちた落ちた。こっちは6度であんだけ上がったってことは相当なスピン量ですから。あ、TG さんどうぞ。バッキバキなんですよ。何がバッキバキ。いやなんか知んないけどショットがね、えぐいんですよ。ほんとに。お願いします。ナイスショット。また右。ちょいラフ。ちょいラフ。スタート屋さんがドライバーでかましにかかる。お願いします。お願いします。左だ。おお。暫定打ちます。はい。大丈夫そうっすけどね。はい、一応、いや、暫定で。はい。しょ。最初から打てよとね。めっちゃいった。はい。あざす。僕のチャーミングなお顔のたまには見てください。いややっぱねちょっと TG さんかなり意識してたんですよ。 朝から、絶対うめえ。昨日から、いや TG さん絶対うまいんでしょ。いやうまいっすよって言い続けてるんですけど、毎回聞いてくるんですよ。TG さんうまいっすよ。今日はだから初対面なんで、初対面だけど名前は知ってるんですよ。ああ、ミニツアーとかも出てて結構勝ったりしてるんで。勝ったりしてますからね。まあ結構そういうなんか百戦錬磨感がありますよね。そうね。まあいろんな意味でね。そう、まあ名を馳せてるからいろんなところで。大丈夫ですかそっちのいじりは。そっちは大丈夫。いじってもらえる。TG さんもだいぶチャーミングな方なんでね、皆さん、はい、そう
ぜひ TG ゴルフチャンネル、そしてドヤ顔ゴルフチャンネル、あ、ね、僕のね、うん、僕はもう垂れ流しなんだよ、垂れ流しのどうでもいいんですけど、うん、ぜひ登録してください。140、いや、ちょっとフラフラですよね。フライヤー気にした方がいいね。P 持ってきてないんで、Q で Q カル、Q カッツ、 Q 押さえで、うん、140でしょ、はい、130いけば面に乗るから絶対。ちょっと捕まった。あ、おー、ナイス。ナイス、いいね、悪くない。110で56度で、はい、うう、あ、やっぱ左行くか。あ、バンカー、あれ、あ、そこまで行っちゃった。バンカーした。あったあったあった。え、今普通に110は56ですか、それとフライヤー見て、もうフライヤー見て暫定で行きます。暫定で行く、お前です。94ヤード上げてるんで52で、はい。すげえチョンって打ってたのに、すげえ飛んでたな。チョンって打ってたのチョンって打ってるように見えたんですよ。パターカバーに乗ってる、はい、誰かの。うまい、うまい、マジでパターカバー当たった説すらある。当たった、当たったっぽい雰囲気でしたね。いや、で当たってたらめっちゃもっとなんか変な方行ってそうじゃないですか、ね、ギリちょいよく。タオル狙いですって言ったら本当にタオルから10センチ、10センチすげえな。タオル回収します。はい、で TG さんは、20ヤード強かな。58でいいですか。これ60で、あ、60度、はい。あ、右だ、あ、足、そのサングラスかけてちょっと ロボットっぽい動きになってきたねなんか背筋が、ああ、おお、軸があるね。15.8。あ、やっぱロボットだから。精度がやばいね。15.8メートル。ヤードですか。ヤードです。はい。そんな行かないか。ああ、全然行かないじゃん。全然来やがったな。5ヤード。5ヤード。イエーイ。おぎです。何やってんの。最後スラったもんね。うん。最後は結構スライました。ボギーパット。ボギーパット。約3メートルかな。どう？なあ。オッケー。打ち切れん。打ち切れんわ。ちょっとね、昨日のグリーンちょっと早かったんでね、打てなくなっちゃった。さあ、TG さんパーパット。1.5 ぐらいですかね。1.5 メーター弱か。ナイスパー。ナイス。ナイス。ナイス。いやいや。うめえな。2番パー4 417ヤード、左ドッグ、左がワンペっすね。はい、オービー、左オービー、めっちゃ低い、めっちゃ低い、低い低い、マジか、人生と同じで低いっすねマジ。おお。まあまあまあ。あ、落ちた。
あ、斜面だ。うん。斜面。TG さんの引く引くティーショットはね、前回の動画でも結構出てますから、うん。僕も挑戦したんですけど。うん。その後まだ使ってません。よし。あ、どこ行った？これ真ん中。ヤス君。ヤス君、球が速くて見えなかった今。あ、消えたもん。初速ドーン、飛距離バーンです。取り返していこう。ね、気を取り直して。しゃあ。ちょい右だけど。肩の右。フェアウェイですね。ありがとうございます。グラサンブラザーズですね、これね。これで人生も見えるようになるかな。これでいや、これで人生も曇って見えるようになっちゃうんですね。なかなか前に進んでない。ゲロンでいい説あるとこね。いや、いいよ。だってスピン量が確実に半減してるもん。いや、もう感触が違うんですよ。あの熱い当たりの時ってスピン量少ないんですけど、俺の場合やっぱりそれともくっついてる。そう、ベシャンってなってる感じが。オッケー、じゃあ TG さん2打目何ヤードっすか。124、184、7番。いや、こういうところは絶対ないんだよな。ちょっと右。あ、バンカーっすね。すげえ飛んでる。すげえ。何ヤード？え？そんな飛んでる？マジ？僕131ヤード。はい、131。ピッチングで。おお。あ、ちょっと手前かな。うん、ちょっと前。うん。107。俺より25ヤード飛んでるわ。60ヤード置いてかれました。ありがとう。52で。52。あ、抜けた。バンカー。うん、バンカー。もうね、ドライバーの飛距離満足しちゃってね、うん、ちょっと緩んだね。調子乗ってピン狙いました。右にめちゃくちゃ振ってあるピンを。狙いに行きました。まあ10〜20ヤードぐらい、60度。うまっ。スピン。ああ、ナイス。ヤス君15ヤードぐらいか。はい。58で。58。うまいんじゃない？あれ、なんかおしゃれ、おシャンティーなバンカーショットだね今の。さあ、ドヤスさん、4メーターぐらいですか。5メーター。5メーター。バーディーパット。まあ、ショートしないようにしよう。おお、なあ、押してんな。ナイスパー。はい、どうす。3メーター。3メーター。あ、切れない。OK です。ボギーです。はい、切れんかったっすね。オシャンティーパーパット。2m。 2m。 上りフック。上りフック。オシャンティーな入り方だね、うん、ゴルフに必要なものシリーズね。皆さん、アマチュアゴルファー皆さん、楽しむ気持ち、 T-REX に入ること、ゲロンディを買うこと。以上。3番パー4、379ヤード。これフェード。いや、ちょっとまだそういうのは。ああ、そういうのは、そういうのはちょっと。ああ、バンカーの方。
オッケー。まあ、これはまあ、うん、フェードフェードだね。ヒールヒットってやつです。でもそれでなんかヒールに当たったっつって、なんか俺と距離変わんなかったらちょっとなんかでもそれでも結局250ヤードぐらい飛んでれば、そうだってフルバックで旗ぐらいまで行きましたもんね。そう、結構やべえな、これ普通にすごいすごい楽しいです。 TG さん、そうだ、すごい楽しいです。しゃあ、はい、よっしゃあ。あれ変わってねえな、あんま安くんの飛んでんじゃないかね。いや、いや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 、今でかかったもん、土屋さんの球でかかった。うん、全然大丈夫ですね。でもね、ヤス君の場合はね、ああ本当にドライバー良くなれば、ああ結構70台出る確率グッと上がりますか。かなり上がる。だから結構いいショットで、そう、ね、そうやらかすっていう。だってこのショットうまくいってるのって大体70台。そう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 なん、いや、そうなんですよ。TG さん何ヤードですか。これで68です、ね、68の60度、はい、はい、68ヤード60度で、うまい、ふわっと、あーちょっと風ですね。うん、休んでます。73ヤード73、まだフォローなんで62度で、はい、62度がじゃ邪魔なんで。あー、いい、あー乗っちゃった乗っちゃった、あーちょいでかいか、78ヤードシステムになっちゃった。 でかいオーバーしがちですか、6に飛んじゃいがち。いや、どっちも、あ、どっちもある。ショートの時もあるんですか。今はちょっとゆっくり振ってフェース乗せようとすると、はいはい、ちょっと乗っちゃうし、結構いっちゃうんだ。 TG さん60度は60度のまんまですか。あれ、これ60度のまんま、60度のまんま。昔から使ってます。60度を大体使ってます。あ、59か60度、さあ、土屋さん、バーディーパット。止まっちゃうか。あ、うん、あ、打ち切れん。 OK、 よし、よし、バーディーパッツ。あー、やっぱ止まっちゃうんだ。よし、ありがとうございます。さあ、プロ2人が決めきれんかったところで、さあ、覚醒安彦が火を吹くのか。これなんか見にくいね、傾斜ね。見にくいです。でもその、そのサングラスがあれば見えちゃう。傾斜が見えるというわけではない。2メーターバーディーパット、バーディーパット空を一応見ます。ああ、惜しい。空を一応見たが、空したんだ。 OK、 パーです。あー、いや、ナイスパーですよ、僕からしたら。ナイスパーだよ。てか、あのウエッジのショットとかが、あ、すいません、なんか、よくなってんの。ウエッジがウエッジ、あれ、ウエッジ変えました。ウエッジ変えたの。ちょっとここは触れないでください。ここで第1話、第1話終了です。今どうやったら2オーバー、2-1-1で、ヤスリード、ヤスハンデで、ヤスハンデでリードということで、勝負の行方はまだまだわからない。
俺1話目いいとすげえ不安なんだよな。1話目大丈夫だって。今日は、まあ、今日は大丈夫だってそのゲロンディがね。そうゲロンディという味方がいるんで、うん、っていうことで、次回もぜひ見てくださいね。TG さんのショットが多分そろそろ火を吹き始めると思う。そうね、まだまだちょっとまだちょっとなんか様子見てる感じあるマジで。ということでお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。バイバーイ。